ハロー YouTube。字が小さすぎて読めないあたたた、あたたたたたたた。今日も早速やっていきましょう。トラック親ヤジです。えっとですね、連日連日コロナウイルスばっかりのことをやっていたので、あのー、ね、もう、もうね、再三再三、もうコロナ、コロナの 話はね、もうコロナ編でよろしいかと思います。はいで。今日はね、この、持ってけ、持ってけのね、最新版が出ましたので、これについて、あのね、この中に載っている業者についてね、話をしたいかなと思います。で、まあコロナの影響でですね、あの、物流、物流はね、 本当ね、今、まあ大変だと思います。物流、それとかね、あの、主に観光業ですね。観光業、ね、旅館だとか、で、あとはあの飲食店、ね、そういった人たちはね、もういろに影響を受けています。それとか、自動車部品を作ったりだとかね、輸入品だとか、輸出入、ね、あの、港関係もね、かなり厳しいんじゃないかと。 思われます、はい、そんな中でですね、あのー、この、この、持ってけあの求人じ、求人情報雑誌なんですけれどもね、これ、これおそらくね、全国、全国あるんですよね、全国求人情報協会制会員といったところで、全国にね、これ持ってくという雑誌はあるんだと思いますけれども、でその中でね、 今日は、あの、運送業に限って、で、この中のね、業者をね、あのー、絞って、まあ、いくつか、いくつかシリーズ、シリーズ化してね、やっていきたいと思います。あのー、いろいろ、例を出したり、私、わ私の個人の意見を、いろいろね、述べていきたいと思います。で、参考になればと思います。 あくまでもね、私の個人。私だったら、この会社に行くときには、まあ、あのー、ね、あの、この会社に行くんであれば、どういったところで、あのー、そこに面接を受けてみようかな、と思ったかどうか。などね、また、あの、面接を受けるんだったら、どういった質問をしてみようかな、みたいな感じで。まあ、皆さんの、 あの、参考になればと思っておりますではですねこれこれねいろいろこれ,これほんとね字がちょい字が小さくて読めなーいこれ読めんでしょ新聞の字よりね小さいですよほんとほんとそんな中でねえー、っとまあこんなこんな こんな雑誌なんですけれどもね、こんなねこんな、こんな雑誌なんですけれども、運送業に限ってはね、5つ、6つぐらいしかないですよ。5つ、6つぐらいしか。ね。すごいたくさんの求人が入ってるんですけど、運送業に限っては5つ、6つ。あとはね、あのー、軽運送だとか、例えば給食の配送だとか、コンビニ、コンビニじゃない、えっと、あとは、 まあ、あの、運送業でないようなトラックの仕事は省いております。例えばね、足場を運んだりだとか、うそうですね、まあ、えー、っと、うん、足場を運んだりとか、どかたの、ね、なんかあの、それとかあの、スクラップを運んだりだとか、そういうのはね、ちょっと省いております。はい。 で、そんな中でね、一発目やっていきましょうか。一発目。一発目はね、これ会社なんですけれども、まあ、会社名は出しませんわ。で、どういったあのー、求人かというと、大型乗務員。丸1として大型乗務員を募集していると。で、正社員ですね。正社員の大型乗務員を募集していると。で、丸2としてルート配送。 で、2トン、4トンの中型乗務員ですね。これ、正社員を募集していると。で、内容としてはね、丸1の大型乗務員に関しては、山口県内及び福岡、岡山、大阪間の輸送と、まあ、地場から中距離から長距離ですね。大阪までということです。大阪が一番遠いところと。で、 えと丸二のルート配送、2トン、4トンの中型乗務員を募集していると。で、えーとまあ、ルート配送に関してはですね、県内、県内の各市への配送と、集配業務ですね、集配業務でした。で、女性ドライバーが活躍中と。で、よくね、これ、女性ドライバー活躍中と。 ね、こういったのを歌い文句にしてえということは、ですよ。おそらく女性ドライバーが欲しいんですよ。あのー、これね、男の人がね、あのー、これをやりたいと言ってますね。あのー、多分ね、女性ドライバーの方がね、欲しいんだと思います。はい。それはですね、あのー、おそらく2トン、4トンでの集配業務なので、 重い荷物がない。重い、重たい荷物を運ばなくてもいい。で、女性の方はね、あの、丁寧。例えばね、まあ、まあ、こ、ここの会社だから、コンビニ配送だとか、あるかどうかはわかりませんけれども、まあ、食品だとか、あの、雑貨雑貨のような、まあ、あのね、ええー、と、まあ、小規模な、 会社の、まあ、周廃業務なんじゃないのかなと。で、女性の方が丁寧だと。言ったところだと思います。なのでね、ここをね、男の人がね、あのー、これをやりたいんだけど、と、あのー、面接に行くとかなりの確率で落ちます。で、あなた、いやー、だん、あのー、 そこはね、女性が欲しいんですよ、みたいな感じでね。で、あなた大型持ってる大型持ってると。じゃあ大型、大型でどうですかと。いったことをね、言われると思いますよ。はい。でね、えー、っと、まあ、給料の方ですけれどもね、給料の方が、これは、あのー、その、枠はね、ちょっと大雑把に、ね、書いてあります。で、17万5千円から、 38万円と、の幅ですね。あと、プラス、通勤手当、地域手当、家族手当。おそらくね、通勤手当、よくあっても1万ぐらいだと思います。私の経験上ですよ。1万。以下と思います。あるいは、8000だったり、5000だったり。まあ、まあ、だいたい5000ぐらいかな。 ぐらいいとと思った方がよろしいかと思います、はい、で地域手当、地域手当というのがね、よくわかんないんですが、例えばこれ、うーん、どうなんだろう。まあ、ルート配送、ルート配送で、あの例えばあの、山口県でね、募集してるんですわ。ね。なので、えー、っと、まあ、 岩国の方に行ったらいくらだとか、下関の方に行ったらいくらだとか、そういったことを言うんじゃないのかなと思うんですけれども、あと家族手当ですね。大概、あの、配偶者が、あの、3000円だったり、4000円だったり、5000円だったり。で、あと、子供よね。扶養者、扶養者の子供が1人につき、まあ、2000円だったり、3000円だったりと。 いいったところじゃななのかなで通勤手当、地域手当、家族手当、これらを全部踏まえたとしても、まあまあ2万円ぐらいなのかなと、ぐらいですよね。で、17万5千円から38万円と。最高額38万円もらったとしても、まああとの手当ですよね。通勤手当、地域手当、家族手当がプラス2万円として40万円と。で、おそらく、 この会社は、総額40万円がマックスなのじゃないのかなというのが、大体ですよ。まあ、まあ最高額40万円なのかなと。で、その中で、えー、っと、保険とか保険とか引かれて、大体ね、38万円ももらえますと、厚生年金だとか社会保険とかね、かなりの額で、ね、引かれていくのでね、おそらくね、 七八万は引かれます。でマックスの八万円引かれたとしても手取りが三十万円ですよね。手取りが三十万円と。その中から今度自分がご飯食べるでしょあの長距離に行った場合は。そしたらそこからもう二、ね、もう三、四万出ていくんじゃないのかなということがわかります。それを踏まえた上で ここに入るかどうかというのを決める判断,判断材料になります。はい。で、えっと、研修期間中の1ヶ月は日給が7500、えー、円と、プラス月額乗務補助乗務手当というのがあります。研修期間中ですからね。それが いくらあるのかなといった感じですね。はい。多分ね、日給、日給1万ぐらいだと思った方がいい,い,いと思います。研修期間中は。で、あとは、そうですね、ル,ルート配送の2トンと四4トン車だったらまた日給が違うし、えー、大型だったら大型でまた日給が若干違うんじゃないのかなと思います。 で、中型とああ、で、補助として、中型だったら日給8000円、大型だったら日給1万5000円で書いてありますね。はい。それプラス、月額常務手当といったところですね。えっ、ー、と、研修期間ですよ。で研修期間なので、その間は、さっき言った通勤手当と地域手当、家族手当は、 ないです。おそらくないです。なので、えっと、大型で日給は1万5千と。で、中型だったら、あ、だとら、中型だと、中型だと、うんと、8千円。ですね。はい。研修期間中ですよ。はい。<laughs> <laughs> でですね、えっ、ー、と、まあ、時間が8時半から夕方5時半までで残業あると。で、これ残業あるというのは、あのルート配送ですね。ルート配送、流ト配送だと残業が発生するといったところですね。で、大型はね、大型はね、多分、どうなのかな、これ残業で走ってないと思うんですよね。なので、 どうだろう大阪に行っていくらといった感じで、時間的で弾いてるんじゃないのかなと思います。おそらくですよ。はい。で、うーん、そうですね。まあ必要な資格は大型免許と。あ、その前にですね、社内規定として月に8日程度、 休みがあると。月8日程度の休みがあるとで。これ不定休ですよね。日曜祭日ということは書いてありませんけれども、まあ年間休日が110日と。110あると。で、まあこれに日祝日、えっとで、特別休暇、盆休み、年末年始とあると。 それらも全部含めて年間110日といったところです。で、年間110日というのは、まあ、例えば週休2日制、週休2日制としてですね、えー、っと、2、4、6、8、8日、2、4、6、8, 8、9、9日か。 約9日かな。うん。約、ここ、1ヶ月、月に約9日ですね9。9日として、で、どうだ。約、うん。暗算がね、暗算が私ね、苦手なので。 まあ10ヶ月で、えー、10ヶ月で90日ですよね。90日の100、100、あやっぱり100、100何日だ ?100、110か、110ぐらいになりますね。はい。ということはですよ。ということは、年間休日110日と書いてあって、で特別休暇、ボーニャー年末年始があると、 あると書いているんですよ。あると書いているんですが、110日になっています。年間は。ということは、土日、土日だけの計算で、で、えっと、1年間で今、110って言いましたよね。ということはですよ。あの、ゴールデンウィークだとか、盆休みだとか、あの、年末年始。と、あと、国民の祝日があるじゃないですか。 それらがね入ってないんですよねここの会社はここの会社は入っていませんおそらくね年末,年末年始だとかゴ,ゴールデンウィークとかすべてのえー、っと祝日祝日をね入れるとね年間ね120日以上はあると思います120まあ130日まではないのかもしれませんけれども、まあ、結構なね 結構な日数ありますよこれって110日はちょっと休みが少ないのかなと思いますけどまあなのでまああの土日土日というかねまあ週に2回ぐらいのお休みの計算であるのかなとまあそれに伴って出勤したら 休日手当がつくのかなと。で、その辺のところをですね、あの、面接で聞くんですよ。で、今ですね、あの、年間110日と、年間1百十1 0日の、あの、年間休日がある,あるそうですけれども、まあ、日、日曜日、日曜日、あ、すいません、間違ってましたね。 日、日祝で、土曜日休みとは書いてなかったです。すいません。日曜日祝日で特別休暇、防衛に休み、年末年始でした。はい。で、ゴールデンウィークなどはね、書いてありませんわ。でもね、日祝ありましたね。祝日と書いてありましたね。でもね、あ、そうか。土曜日がなかったら、日、日祝、 そうですね。うーん。あ、土曜日が休みじゃなかったら、あ、それとも、そうですね。110日ぐらいになるのか。あ、すいません。勘違いしておりました。はい、そういう意味でしたか。土曜日休みじゃなかったですね。はい。ということは、多分、年間110日で OK だと思います。でもね、年間110日の休みは、ね、はっきり言って少ないです。少ないです。これで 体がリフレッシュできるかどうかとですよね。まあ、それはね、年間バリバリ仕事をやりたいんだという人には、まあ結構だと思います。はい。でもね、ずっとね、ど土曜日とか日曜日はね、週休2日制の人がね、そっちの仕事が慣れ,慣れた人がね、これをやるというのはね、ちょっときついと思いますよ。はい。<laughs> で、あとそうですね、えっ、ー、と、必要な免許として大型免許。で、まあ、えー、これは丸1の方でしたね。これはまあ大型乗務員。ということで。で、丸2として普通免許。で、純中型、中型免許を持っていればよしと。で、資格なしの方も応募可能ですと。 おそらくね、免許を取らせてくれるんじゃないかと思います。でもですね、これはね、まあ、ここね、結構あのー、大手の会社なので、大手の会社なので、まあ、免許取得制度はあるかもしれません。その代わり、まあ、3ヶ月以上とか、半年以上勤務しなくてはならないようなね、何かあるんだと思います。で、それでなかったら、あのー、 まあ、会社が一遍建て替えて、あと、給料天引きという制度かもわかりません。その辺のところはね、面接で聞かれた方がよろしいかと思います。でもですね、ここに大型免許の取得支援も行っていますと。なのでね、大型免許の取得支援も行っています。 なのでね、支援なのでね、これ、もう補助します、援助します、じゃないのでね、この辺のところをね、面接で聞くんですよ。はい。であとですね、うん、昇給があると、まあ。待遇面ですね。うん、昇給があると。で、賞与あると。で社会保、社会保険があると。退職金制度もあると。 車通勤 OK と。まあ、車通勤はね、どんなとこでも車で行かなくちゃどうやって行くのという感じですけれども。で、うーん、そうですね。あとはまあ、まあ、この辺はどうでもいいですね。うんと。まずは気軽に電話してくれと。で、電話の段階でいろいろ質問するんですよ。あの、紙にね。 いざとなったらね、もうね、ぽーと焦っと忘れてしまうので、まあ、あらかじめね、あの、電話でね、あの、ちょっとね、それとなくに聞いてみると、それとなくに聞いてみると。で、応対が悪かったり、なんかね、そういうところもね、あるんですよ。あのー、なんかね、応対が悪かったり、なんかね、ぶっきらぼうの人が <laughs> 出てきたり。 そういう時にはね、やめた方がいいですよ。はい。どうせ入ってもね、なんかね、上から目線みたいなやつ、やつっていうんですかね、あの、まあ、電話出ても、なんかね、応対が悪かったり、なんかね、応対が悪かったりさ、そういう会社はね、もうね、もうね、8割、9割でね、もうそんな会社だめです。ブラック多いです。はい。そんなと,と,ところです。<laughs> で、 ま、あ最後にですね、私だったら、ここの会社に行くかと、問われたときに、問われたときに、私だったら行きません。私だったら、こういう会社は行けません。なぜなのか。なぜなのか。はもう、あの、ちょっと世間的に、世間的に給料は低いなと、思いました。MAX が38万円でしょ、長距離。で、 これもね、まあ、内容がまだわかりませんけれども、まあ、まあ、面接で聞いてもいいし、あの、まあ、その、事前に電話で聞いてもいい,いいんですけれども、まあ、長距離、長距離やるんであれば、まあ、大阪間、山口県から大阪間の輸送で、まあ、38万円がマックスだったので、 で、山口県から大阪間で、まあ、大阪に何回行くかも、どんな仕事かもわかりませんけれども、まあ、多分38万円は安いですよ。はい、40以上でないと。安いと思います。で、内容にもよりますけれども、まあ、手摘み、手積み手下ろしばっかりだったら、38はね、ほんと安いですよ。 で、まあ、これ、あのー、なんていうんかな、ジットボックスっていうんかな、あのー、クロネヤとかやり出したのかな、ニッツがやり出したのかな。ちょっとその辺はわかんないんですが、ジットボックスっていうのがありますよね。そういう、あの、カゴ台車。カゴ台車でもう、そこに荷物が積んであって、で、乗務員はそれをね、あのー、転がして、積んだり下ろしたり、だけなら、まあ、 楽なんですけれども、ほんとね、雑貨、鉄味、手おろしはね、ふをよります。はい。まあ、それにも、よりますけれども。まずはね、その辺はね、ちょっとわからないので、面接でそういうことを聞いてみるわけですよ。でマックス38万円も、あの、稼ぐには、大阪何回行ったらいいんですかで、山口発、大阪、 大阪着で,で帰りの荷物は、まあ、その辺から積むんですかとかその辺の営業所の関係だとかで帰りは一般で開って帰るんですかみたいな感じで,で九州の方とか区であるんですかとかでね実実際の仕事の内容ですよねその辺のところも面接で聞いてみるとでまあ あのまあ、経験者なら分かるんですけれども仕事の内容を聞いてああそれで38万円は安いなとかえー、それで38万円もらえるんですかという内容かも分かりませんその辺をあのー、その <laughs> すいませんあの面接の時に聞いてみるんですけどまずはね一番最高額を稼ぐにはどうすればいいのかと。 で、まあそうですね。で、私何度も言うんですけれども、あの、あなたがいくら欲しいか、自分がね、いくら稼ぎたいのか。例えばですね、のそのね、手取りが自分3あ30万もなくてもいいんだと。自分は28万円でいいんだと。27万円でいいんだと。で、あれば、 あとあのもしかしたら長距離をやらなくてもいいかもわからない山口県から福岡だとか岡山だとかをね、あのー、やってればそのぐらいの額になるのかもしれないもっと体はあのー、体は休めてで家族といる時間も長くて休日を有意義に過ごせるのかもしれない その辺のところを聞いてみるんですよ、面接で。はい。そういうところです。で、聞くのはね、ただなので、はい。<laughs> すいません。聞くのはね、本当無料なので、どんどんね、質問した方がね、相手もね、いいんですよ。で、まあ面接しても、こいつなんか、なんか受け答えが悪いし、なんか、 あるだなと思って。で、相手もね、聞いてもらった方が嬉しいんですよ。そうしたらね、あのー、大変のことはね、教えてくれます。はい。で、まあ、例えばですよ。MAX、この、この38万円稼ぐにはど,どうすればいいんですかと。どうやったら、そのぐらいの給料になるんですかと。あ、うちはですね、あのー、 ここのあのあ山口市に営業所があるのでそこのホームでホームであの夕方4時から荷物を積みましてですねでその荷物も1時間あったら積めますで4時までは他の車が集配してくるのでで4時10時4時過ぎになったらあのまあ揃ってる荷物を積んでもらってでもう 最低でも最低でも6時になったら積み上がれますそうしたらですねもう6時になったらあのー、あのー、大阪出発とで山口山口インターから姫路インターまであの姫路東まで山陽道で乗っていかれますとであとはそこからあのー、姫路バイバス第二あのー、阪神高速と それから行ってくださいと。で、向こうに疲れた、疲れたら、あの、8時間の休憩はしっかりとできますし、で、朝の8時から荷降ろしをして、もう9時には空車になります。もう、もう過去台車なので、9時には空車になりますと。で、帰りはですね、そこからあの30分離れた水田から荷物を積んでもらってですね、もう昼までには積み、 上がりますので、今度、そこから高速に乗られて、山口インターまで、全線高速で帰ってきてくださいと。で、そこから、あのね、山口市に着いたら、そこから8時間の休憩は十分に取られますので、それで、週の2回の、週2回やられて、そうですね、月にだいたい、あのー、休校会ぐらいをすると、う まあ月38万円の総水揚げとなりますよろしいでしょうかというような感じでね教えてくれると思いますはい、まあこれ今私の例なのではい、例なので今の私の言った仕事の内容でしたらものすごい楽勝ですよ、それははい、ものすごく楽勝ですよまあほぼ、ほぼそういうことはないのかなと思いますけどこれはまあ 一例ですので、はい。いかがでしょうかあの、参考になれましたでしょうかまあ、あの、参考になったよという方は、あの、グッドボタンをよろしくお願いします。また、あの、チャンネル登録もよろしくお願いします。また、あの、次回、コロナ禍のね、あの、別の運送会社の例をとってやってみたいと思います。それでは、本日の動画は以上になります。ちょっと、 わかりにくい点もあるかと思われますけれども、まあ、わかりにくいなということがありましたら、コメント欄に入れていただければ、私がお答えすることもできます。はい。あの、あくまで、私の、私の見解、私の、まあ、まあ、見解というか、なので、はい。実際のところは、若干、若干はね、違うと、 思います。私だったら、あの、運送会社を選ぶときには、そういった視点、視点というかね、見方をして運送会社を選ぶということを今日はやってまいりました。それでは、この動画は以上です。皆さん、コロナウイルスなんかに負けねえ,ねえように頑張りましょう。以上。